和骨。はい、皆さんこんばんは。今日から新しくやっていくゲームはこちら、エミットというゲームです。はい、こちらのゲームはですね、光栄から発売されたゲームで、イングリッシュドリームシリーズと銘打ったその第1弾の、ゲームになっております。はい、まあ画面右側に映ってる女の子、女子高生の田中ゆり、はいこんばんは、ちゃんが、遭遇する数々のサスペンス、そのボリューム1から3を網羅した、バリューパックというものを、まあ、やってみようかなと。はい、まあなんか要は3話構成なんでしょう。作品自体は1995年9月29、まあ、バリューパックまとめ、ひとまとめになったバージョンね、についてですが、はい、やっていこう。原作は赤川二郎、音楽は小室哲哉さん、主題歌は篠原涼子、キャラデザは猪俣睦美となっております。なんかあと日本ソフトウェア大賞94年の読売新聞社賞っていうのをこのゲーム受賞しているそうです。はい、そうらしいです。はい、こんばんは。そしてこんばんは。まあ、詳しいことはあんまり分かっていません。はい。まあ、やっていきましょう。ただ、ちょっと気がかりなのが、主題歌が、まあ、音楽担当が小室哲哉さんで、主題歌が篠原涼子さんが歌ってるんですよね。これ、もしかしたら、YouTube の方にね、まあ、後でも見れるように、動画として残してるんですけど、そこの歌の部分、カットせざるを得ないかもしれないです。はい。そこだけ、はい、ご了承願います。はい。では、早速、やっていきましょう。NG 食らうかもだな。で、あと本編中は基本的にボヨミちゃんやっぱりストーリーものなので、ミュートにさせていただきます。はい。またすごいゲームしとるな、わら。そうですね。でもどんなゲームかわかんないですよ。まあ、オープニングとかムービー関係、ボイス関係あるときは、あ、英語勉強ゲーム。でも英語音声じゃなくてもできるはずですよ。なんかいろんなハードで出て、三部構成で、それを一本にまとめたのがプレステ1。あ、らしいですね。はい。始まります。まあ多分オープニングは、うん、カットしそうですね、あの感じだと。申し訳ないですけど。まあ、つべ版は歌います？いや、歌いません。あ、環境設定、メイドインジャパン、光栄のね、開発販売、環境設定、 BGM オン、はい、メニュー日本語、はい、セリフ感覚、え、なんだこれ、セリフ感覚、いや、そんなもんね、自然にやってくれよ。なんだこれ。セリフ間の間合いを設定。数値が大きいほど感覚は長くなる。あー、ヒアリング。英語学習要素も言えてるからってことか。いやー、感覚はいらない。うん、リスニングのためですね。赤川二郎だからミステリー系なんじゃない？あー。なるほど。
メインメニュー、環境設定。物語？物語ってこれ本編か？なんだこれ。終了。あ、いや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 、終了ってマジで？もう物語選べばいいのこれ。ああ。和骨またなんか凄そうなもの。はい。ちょっと待て。これもうチャプター選べちゃうの最初から。ダメでしょう。うん、もうなんかもういろいろ展開見えてきてるよ。どっかから脱出するんだ。まあいいや。じゃあ、不思議な老人。これちょっと待って。不思議な老人。音量の調整とかできないのか。リスニング系なのに。音量調整。え、何これ。ああ、調整しろと。ちょっと待って。まず、どういう風に干渉するか調整しろと。はいはい、わかりました。まあ、いきなり英語で始められるよりはいいわ。なんだって？どうすればいいんだこれ。設定めんどくせえなぁ。ストーリー画面、スクリプト。はいはい。ストーリーコマンド、再生とかいろいろ。ストーリーの進路を示すゲージ。もうすぐ終わるんだなとか分かっちゃうじゃん。それ動画のシークバーってことになるんでしょこれ。で、ストーリーを連続して再生するボタンが、これ。で、これは、ブロック再生。ストックを、ストーリーをブロック単位で再生し、冒頭に戻る。脱出にし、展開先すぎ？確かにね。最後から見ないっすよ。表示なしボタン。あ、表示なしボタンあるんだ。でも表示なしボタンにしちゃったらこれ、もう設定変えれなくなるけど。これはなんだ？英語表示ボタン。スクリプトを英語で表示します。はあ。ああ、スクリプトありなしね。あ、じゃあ日本語を入れていいんじゃない？スクリプト。ワンチャイコネクション方式。え、ワンチャイコネクション、そうだっけ？銀杏集めたのは覚えてますけど。で、音声がデフォルトで英語なのか。いや、日本語にしましょう。全部日本語で。うん。で、これなんだ？システムメニューを表示します。はい。あ、練習問題？目次？セーブ？いや、まあ、とりあえずこの状態をセーブしよう。はい。はい。目次はあのチャプターリストだ。練習問題ってなんだこれ？練習問題？練習問題メニューが表示される。ストーリーの内容が分かったら練習問題にチャレンジしましょう。練習問題は各章ごとにあって、内容の理解度を見たり、物語について話をしたり、会話練習をしたりするの。じゃあ、見終わったらやってみましょうか。うん、なんかいろいろあるみたいだし。ちゃんと主題歌の歌詞が最後に載ってる。不親切。他、この、じゃあこれで戻って、はい、セーブして、この下のこのメニューいらねえなぁ。これ、スクリプトがなくなるけど、字幕は欲しいか。物語読む感じで。チュートリアルはなくないですか。説明書は見たけど。というか、あの、背景、シム、なんか、なんて言うんだろう、これ。なんか、あの、シミュレーションゲームで自分で作ったかのような街並みなんですけど。じゃあ、このメニュー邪魔だな。再生したら消えんのかな。メニューの出すボタンってあんのかな。ちょっといろいろ見ねば。
メニュー、タイトル画面、メニューメニューの表示。三角、マークをつける。いや、それはいらないな。ブロック進める。特にないな。もう再生したら多分、そのまま始まっちゃうんじゃないかな。そっけない背景に狂気を感じる？いや、狂気までは感じないですけど。で、今、ついでだから、ちょっと画面調整しようか。なんか上微妙に、あるよね。映画っぽいかもしらんけど、できるだけ画面でかくしようか。ちょっと待って、ね、キャプチャー範囲をちょっと。どうせもう調整するんだったら一気にやっときたいぜ。難しいな、意外と。あれ、なんか、うまくキャプチャーできねえんだけど。下が、あ、できた、できた。こんな感じ？大画面ですね。うん。こんな感じかね。じゃあ、これでとりあえず始めましょうか。再生。音量はどんな感じがいいんだ？まあ、音量なんかあればコメントいただければ。失礼ですが。もちろん音量上げてみようか。ちょっと失礼します。あ、オープニングの人じゃん。ユリはごく普通の17歳の女子高校生。一方老人は60歳を越しているように見える。英文的。彼女はそんな老人に丁寧に話しかけられるとは思ってもみなかったのだ。ちょっと伺いたいことがあるのですが、今日の日付は何日でしょうか。何年の何月でしょうか。いや、全部音声日本語にしてます。時間を聞かれることはよくあるが、日付や月や年を聞かれるのは珍しい。老人は穏やかそうに見え、別に怪しそうな感じはしない。水曜日です。肩幅です、ね、10月5日1994年の10月5日ですか。どうもありがとうございます。1994年なのですか。もう一つ伺いたいのですが、老人の話し方がゆっくりなために信号が青に変わってしまったが、聞かれたことに答えずに去ることもできない。以前この辺りに時計屋はありませんでしたかね。ん？時計屋さん？さあ知りませんが、いつ頃のことですか。私は見たことありませんけど。そう、ご存知ないですか。いや、あなたぐらいのお年の方ならご存知かと思いましてね。失礼しました。いいえ、確かこの辺にあったはずだな。ユリは老人がそうつぶやきながら歩いていくのを見ていた。そうするうちに信号はまた変わってしまった。もう一度待たなければならない。ちっちゃくねえか車。遠近法にしては。お年寄りが若者に昔のことを聞くなんて、それって逆じゃないの。まあ、世の中には変わった人もいるからね。エミット？字幕早すぎね。エミット。びっくりして振り返ると、さっきの老人が彼女のすぐ後ろに立って、彼女の目を深刻そうに見つめている。逃げた。ユリは慌てて向きを。やばいやつだと思ったな。通りを渡った。うん。やばいやつだって察した。けれども彼女の耳にはエミットという言葉が小玉のように響き続けた。林原さんっぽいですね。あ、エクササイズ？いやー、エクササイズできるの？じゃあエクササイズ。内容度理解チェック。ほう、ストーリーの内容について質問します。A から C の中から正しい答えを選んでください。これまとめてやるか。これまとめてやろう。
話の流れを一通り見よう、この章。チャプター1は。ん？懐かしいな、これ。サターンとスーパーファミコン持ってた。え、なんで両方持ってた？なんで両方手に入れたんすか、これ。クイズ得意。いや、まあ最後にやりましょう。まとめて。だって、すごい短いもん。これ、だって、ちょっと待って、章の、章、ちょっと練習、エクササイズ、練習問題。ストーリーの内容が分かったら練習問題にチャレンジしましょう。とか、ストーリーまだ始まってもないし、これ。練習問題は各章ごとにあってって書いてあるんだけど、章って、チャプター1、あんだけで一章って見ていいのか？そこがわからない。まあいいや、やってみないとわかんないか。後でやり直せるかどうかわからんしな。やろうか、じゃあ。チャプター1終わり？じゃあ、内容、理解度チェック。いや、内容なんてあったか。はい。あ、これも何？再生すんの？じゃあ。老人は最初に何を聞きましたか？What did the old man ask first? The date. The time. The name. え、ここは英語固定なんだ。日付じゃないですか。What did he ask next?次に何を聞きましたか？ About a food shop. About a bookstore. 本屋について。About a watchmaker's. ウォッチメーカーです。はい、ウォッチメーカー。はい。What did he say in a whispering voice? 老人はささやき声で何と言いましたか？ Emmett. Excuse me.Echo. エミット。はい。メニュー。ん？あ、なにこれ。物語から想像しよう。キャラクターがストーリーについて質問します。内容から想像して。A から C の中から自分の考えに一番近いものを選んでください。キャラクターがコメントします。いやでも本編、せっかくね、林原めぐみさんとかさ、日本の声優さんがさ、やってんだったらストーリーは日本語でよくない？本来英語でやるもんだな、これ。いやでも、ね、俺もこの物語楽しみに結構してるから。あ、ここはちょっと余興ですよ。物語から想像しよう。街で老人に会ったの。はい。I met an old gentleman. はい。Why do you think that gentleman spoke to me so politely? なぜあのおじいさんは、Because you looked like someone from a noble family. ユリが高貴な誰かに似ていたから。Because he always speaks to people politely. 誰にも丁寧な口調で話す習慣の人だから。Because he respected you. ユリは尊敬していたから。日本語ボイス合うのは字幕を英語にして勉強する。いや、それは分かってるんですけど、じゃあ、英語をここで学びたいんですかっていうことで、わざわざ。A?A の後々 A な気もするけど、とりあえず B でいいんじゃないですか。That's possible. アリエルはね、He looked like a man with good manners. あの人、礼儀正しい人みたいだった。He whispered a strange word to me. Emmett. What do you think Emmett is? え、エミットって何だと思う？ A girl's name. A password. The name of a place. エミット。女の子の名前って感じの場所って、まあ、とりあえずパスワード？合言葉かなんか？
A password. Oh, that sounds interesting. そうですか。He was looking for a watchmaker, which I've never heard of. 聞いたこともない時計屋さんを探していた。What do you think the watchmaker, the old man was looking for, will turn out to be? The office of a secret agent. A space station. Your parents' old house. なんかこれネタバレにならねえか。これどれかに、どれか一個正解なんでしょこれ。どれか一個正解になっちゃうんでしょこれ。Do my parents have a secret past? That's hard to believe. Anyway, he wanted to find a watchmaker's. Why do you think the old man was looking for the watchmaker's? なぜ探すの? Because he wanted to buy a watch.もうさっきの3つの中に正解あるのは Because he was looking for someone at the watchmaker's. 時計買いに来ただけじゃねえだろ。 Because he forgot something at the watchmaker's. でもオープニングの感じからするとなんか秘密組織っぽいけどね。 B じゃない、誰かに会いたい。 Probably yes. But wouldn't it be bizarre to meet someone at the watchmaker's? 多分そうねって。 He was a very strange old man. What do you think the old man is?A detective. A doctor. A man who came from the future. だからダメだって。オープニングでなんとなく思ってたけど、なんとなく思ってたけどダメだってそれ言っちゃう。ここで。Well, that would explain the space station. ちょっとふざけんなよ。宇宙基地なの?じゃあ、あの時計は。俺、ストーリーに登場するキャラクターになって会話表現を練習します。と練習するキャラクターを選んでください。リハーサルを選ぶとストーリーの会話を確認できます。どういうこと?リハーサル、はい。Excuse me, Miss? Me?ああ、そういうこと?自分で読めってこと?これだから例えば、オールドマンにすると、こう、Excuse me? ってこういう感じの?Me? Are you speaking to me? そういうこと?いやー、いいっす。これダメだな、これ。これやっちゃダメだわ。ネタバレでしかないわ。これは。これやめよう。内容理解度チェックだけやっていきましょう。本当はもう一通り見たいけどね。一通りもう見ちゃうか、これもう。次行こう、とりあえず。北斗神拳は関係ありません。そう。で、チャプター2。時計屋さん?あの四つ角のあたりに?お母さん、この辺でずっと育ったんでしょ?知ってる?これは、アドベンチャーゲームです。山家では夕食の時間はいつも6時である。今晩はユリの母、トシコが外出していたため、いつもより少し遅い夕食であった。おかわり。この時計なら駅のそばのショッピングセンターで買ったら?別に私が買うわけじゃないの。カズオ、カズオくん、ノーハンバーグ2つとも食べちゃったの?ユリは他の同じ年代の女の子がそうであるように体重を気にしてあまり食べない。ちゃんとお野菜も食べるのよ。そうね、確かに時計屋さんがあったわ。3代ぐらい続いてたかしら。おばあさんはよく時計を修理してもらいに行ってた。私もそれについて行ってね。今の本屋さんのあたりじゃないかしら。あそこにあったのか。もう店を閉めてから何十年も経つはずよ。何十年もか。あの変わった老人はその頃この辺に住んでいたのかしら。その時廊下で電話が鳴った。はいはい、私出る。夜かかってくる電話のほとんどはユリの友達からのものだ。ユリはリビングルームを駆け抜け電話へ急いだ。
家ほんと広いなこれ。次行こうか、エクササイズやる、まあ、やろうか。一応内容理解度チェック、誰がハンバーグを2つ食べましたかどうでもねえ、それ理解する必要ある、それ。 Who ate two hamburgers? Yuri Toshiko Kazuo。 画像だろ、その描写、その理解度 いる Yes, that's correct。Why didn't Yuri eat much? なぜユリは Because she doesn't like hamburgers. Because she's got to watch her weight. まあ確かに英語の理解度チェックだからか。え、なんだっけ、あんま話聞いてなかった。え、B か。Was there really a watchmaker's? かつて時計は本当にありましたか? Yes, there was.、Hmm. No, there wasn't. No one knows. あったんでしょ? No, 終わった。これやんなくていいな。これ確かに英語で聞いた前提だもんな。物語、一通り見ましょう、はい、こういう要素もあるよっていうのをね見れたし、まあ英語でやればね確かに、うん、聞き取りのチェックですよね。じゃあ行きましょう。ボタン平らだな。はい、田中です。やる気。もしもし、小沢陽子ですけど、ゆりさんいらっしゃいますか。私よ、陽子。なんだ、ゆりか。電話で聞くと、ゆりとお母さんって声が似てんだもの。陽子はゆりのクラスメートで。似てたか。じゃあ、お母さんすごい美声なんだ。風邪はどう？もう治った？うん、明日は学校に行くからね。ねえ、英語どこまで進んだ？ノート取ってくるから待ってて。ユリは階段を駆け上がり、自分の部屋へ入ると、カバンを開けた。英語のノートを取り出そうとすると、小さな紙切れが落ちた。ユリは当惑しながら紙を拾い上げて、それを読んだ。そこには、走り書きのメモが書かれていた。なんだろう。エミットのことを知っていたら、助けてください。困っているのです。またお会いできたら。明日にでも。この老人だわ。急いで走り書きして私のカバンに入れたのね。何してんの。エミットって何のことだろう。どうして私がそんなこと知ってるって思ってるんだ。紳士服のブランド名じゃん。ではなんかユリは陽子が電話口で待っていることを思い出した。彼女は部屋から駆け出すと下の電話まで走っていった。ごめんごめん、ちょっと手間取っちゃって。陽子に英語の授業の話をした後、ユリは昼間の老人のことを話した。へえ、ユリってその人の好みなんじゃない。何言ってんの。やべえやつじゃないね。それよりエミットって何のことだか知ってる。聞いたことないね。ほっとけばいいわよ。そうね、見ず知らずの人と関わり合いを持ってもそんなことないしね。そうだ、今日学校でね、高野先生が貧血を起こして倒れちゃったんだよ。ただいま。その時、ユリの父はじめが帰宅した。駅から電話してたんだぞ。雨が降り出したんで傘を持ってこいと言おうと思って、ずっと話してて全然通じない。ごめんなさい。かわいそうな父は頭のてっぺんからつま先までずぶ濡れになってむくれていた。おお。次。
若返った男。なんやん、さっきの同人？じゃあ。おぉ、始まった。車高低いなぁ、なんか。エミット。ユリは以前と同じ交差点で、聞き覚えのある声を聞いてハッとした。やっぱり君だったね。え？覚えているかな？1ヶ月くらい前に。ええ。この辺に時計屋さんがなかったかって聞いた人がいました。でも、そう、覚えていてくれてよかった。少し話ができるかな。聞いてもらいたいことが。新手の詐欺じゃね。あの老人と会ってから一月も経っていたので、ユリはそのことを忘れかけていた。まあ今日は土曜日でちょっと早めに帰るところだし、昼間ならそう危ないこともないわね。それにこの人なかなか魅力的だし。へえ。紙仕込む、ときに何か取った？でもなんかスリっぽいようなスキルが。このナンパ方法は使えません。喫茶店。コーヒーオアシス。二人は交差点を見下ろす喫茶店に入った。いらっしゃいませ。何いたしましょう。アイスティーください。僕はコーヒーを。かしこまりました。遅いな、店員派遣の。あの、エミットって何のことですか？ BGM でかいな、リスニング系のゲームなのに。まあオフにできるっぽいけど。君が僕らの国のある人に似ているんだ。それでもしかすると君が僕たちのことを知っているかもしれないと思って、それでそう言ってみたのさ。ユリは若い男の声が気に入った。不思議なことに以前に彼を見たか声を聞いたことがあるような気がする。この前交差点で私に声をかけた人はあなたのお父さんですか？いや、あれは僕自身だよ。嘘でしょ？じゃあ変装してたんですか？すごくうまくできてましたね。変装なんかしていないよ。僕はただ年を取ったんだ。同じ人？確かによく似てはいるけど、でもこの人どう見ても20や30は若いはずだわ。僕は違う世界からやってきた人間なんだ。唐突だな。え？その世界とこの世界とは目につかないトンネルで結ばれている。はあ？ところが僕がこっちへやってくるのに使ったトンネルが崩れて使えなくなってしまった。山ん中にあんじゃねえんだからさ、そのトンネル。このままではいや、崩れ割れてんじゃん。崩れるじゃなくて。途方に暮れていた時、この辺に以前時計屋があって、その地下に古いトンネルがあったと聞かされたのを思い出した。そこを何とかして見つけ出したい。そうしないと僕はこっちの世界で死んでしまうことになる。男は真剣だ。しかしユリにはとても彼の話を信じることができない。そりゃそうだ。別の世界？でも変ですよ。あなたはこの前会った人と全然違うわ。あの人は60歳くらいだった。でもあなたは30そこそこでしょ？そう、君たちから見ればそうだ。この世界では僕は一日に一歳ずつ年を取る。一日に一歳？そう、それも逆にね。若返り。僕らの世界とこの世界では時間の進み方が違うんだ。だから僕らが年を取っていくことは君らの目で見ると若返っていくことになるだろう。つまり60歳だった子供のあなたが30日経って30歳の大人になったわけですか？一回リーゼントになってるだろう。グレてるだろう一回こいつ。そうなんだ。君のような人は一個らしいっすよ。僕らの世界では尊敬すべきお年寄りなんだよ。お年寄り？私が？どうやって生まれてくるんだよ。
人をからかうのもいい加減にしてください。もうたくさんです。これアイスティーのお代です。失礼します。信じないよ普通は。変な SF ミステリーに定評のある、いやありません。こんばんは。通りをゆっくり歩き始めた。時間が逆に進んでる。若返り、これ死ぬというか消滅するよな、理論的に。1日に1歳ずつ若返る。でも行き来したらずっと生きられるよな。ちょうどすれ違った大学生がびっくりしてユリの方を振り向いた。BGM 変ですね。確かに。法廷にて。え、もう11月下旬になっちゃった。どうなってんだろう。もう子供になってんじゃねえの、あの人。11月下旬の天気のいい暖かい日である。ユリ。ユリが校庭で英語の単語帳を見ていると、小沢陽子がユリのところに歩いてくる。次の時間英語のテストでしょ。陽子自信あるの？ないけど、今さら焦ってもしょうがないでしょ。陽子がのんきなのは彼女がいたってよくできるからである。陽子はいいわよ、頭いいもんね。ねえユリ、なんだか男の子がじっとこっちを見てる。え？金網から数メートル離れたところで、服どうした？少年が一人じっと彼女たちを見つめていた。怖い。とても悲しそうな目をしている恨んでる。何かしらね。あ、清美だ。陽子は他の友達を見つけて走って行ってしまったが、ユリは少年から目が離せない。彼は12、3歳ぐらいで色白で弱々しく見える。会ったことはないのにその目には見覚えがある。まさか。あの若い男と喫茶店で話してから2週間以上経っている。もし彼が本当に1日に1歳ずつ若返っているとしたら、ちょうど今この男の子くらいになってるはずだ。10歳ちょっとってこと？こっちへ来て。あなたは？お願い、力を貸して。あと1日経ったらもう僕の力じゃトンネルのドア開けられなくなる。馬鹿げているかもしれないが、少年の目があまりに真剣なので、ユリは自分の直感を信じることにした。そこにいて。彼女は校門の方に走って、昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴っている。ファミコンのドット絵じゃないんだから。ユリ、どこ行くのよ。陽子は大声で呼ぶがユリは止まらない。うん、おー、どうなる。ベンジャミン・バトンの映画で同じような感じ。あ、逆に年を遡っていくっていう。あと2週間ぐらいで消滅。そうですね。あと残り3日経ったらもう役に立たなくなる。スチーリーしてると思うよ、公園で多分。あ、脱出入った。ついに脱出だ。何を脱出すんの、この状態で。トンネルはもうあれなんでしょ。時計屋探してあげなよ。はい。彼女は校門から出ると少年のところへ走っていき、手を掴んで走り始めた。こっちよ。おう。何食って生きてた。手持ちのお金とかどうしたんだろうね。寝泊まりとか。しばらくして二人は、ユリが最初にあの老人と出会った交差点の近くの大きな本屋の地下にいる。なんで？本の山を抜けていくと、ついにそれらしい扉が見つかった。何を根拠に？扉のプレートには、地下室立ち入り禁止と書かれている。
おう。これかしら。開けてみようか。重い鉄の扉を開けると甘い花の香りがした。どういうこと？これだよ。それなの？僕の世界の匂いだ。え、嘘。お花でもいっぱい咲いてるの？なんでここに来たの？扉を抜けると工事の途中で放り出したような場所に出た。ここだよ。地面がよく見えるように彼はかがみ込んだ。地下室は不思議にうっすらと明るい、うん、手伝ってあげたら。おはい、脱出に。おお、はいはい。地面の埃を払うと古びた木の扉が現れた。でかい。扉には引き上げるための取っ手のような丸い鉄の輪がついている。よっこで全体隠れてたな、砂で。ユリは扉を開けようとしたがびくともしない。硬いわね。エミットって書くんだ。え？そこに。その扉の一部分は粘土のように柔らかい材質でできている。どう書くの？わかったわ。しかし扉に文字を刻むのは容易ではない。柔らかいんじゃないのかよ。ユリは相当力を入れなければならなかった。これでいい。粘土ぐらいだな。その石合いでできるだろう。じゃあ引っ張るわよ。おう。二人は一緒に取っ手の輪を引き上げた。うん。扉はきしみながら少しずつ開いていく。ストーリーが面白くて見入ってしまう。俺若干眠たいんですけど。いやまあどうなるかは気になるんだけど、なんか眠たい。今日すごい眠たいぞ。古いから錆びついてるのかな、うん、頑張って、あともう少しよ。誰かいるのか。突然扉の外で声がした。まあ本屋の地下室だもんな、これ。きっと本屋の人だわ。なんでこの本屋にたどり着いたの、主人公。早く入って、この隙間から早く。少年は足から隙間に潜り込んだ。途中で引っかかったがようやく反対側に行き着いた。重浮力どうなってんのこれ。落ちてっちゃうんだ。閉めるわよ。待って。お母さんが言ってた。あ、そうだったっけ。はいはい。どういたしまして。行っちゃう前に教えて。私誰に似てたの？僕の。お母ちゃん今本人になるって言ってた。あ、本当か。せめて恋人って言ってよ。僕らの世界へおいでよ。え？私が？うん。いつでも。ここから来られる。待ってるよ。僕の名前は。背後の扉を誰かが叩いている。行って、早く。さようなら。急げ、急げよ。遅えって。沼かなんかに沈んでんの？少年が行ってしまうと、ユリは上に乗りかかるようにして扉を閉め、土をかけ。誰かが近づいてきて
泥だらけのユリの顔を懐中電灯で照らし出した。全然隠れてねえよ。おい、怖えな、おい。広告ありがとうございます。全然隠れてなかったよ、扉。おお、なんだこんな扉はって言われたらもう終わりだぞ。床に扉ってめっちゃ変だもん。エミットの秘密。いや、だから、扉を開けるための鍵なんじゃないの？あ、同じ日。同じ日、しばらくしてユリは家に着いた。はい、彼女はまずお風呂に入って泥を洗い落とした。うん、ユリの母、トシコがプンプンしながら彼女の部屋に入ってきた。プンプンしながら。本当にもう何を考えてるの？テストの時間に学校を抜け出してあんなところに隠れてるなんて。ごめんなさい。いくら説明しても誰も信じてくれないことを彼女は知っている。明日はお母さんと一緒に先生のところに行ってよく謝るのよ。わかった？はい。もうじきご飯よ。トシコは部屋から出て行った。ユリは天井を見つめている。彼女はあの奇妙な老人のことを思い出した。向こうの世界から来たってことは、これ生まれたてに近いんじゃない？もし今日のことが本当なら、私たちの知らないもう一つの世界がどこかにあるんだわ。こんな秘密を知ってるなんて楽しいじゃない。そんなもん知ったらもうおっかねえけどな。17、8歳の彼に会ってみたかったな。きっと素敵だったんだろうな。でも私がお母さんに似てるって。ユリはノートにエミットと書いた。向こうの世界では私はあの子の母親なのかもしれない。もし向こうにもう一人の私がいるとしたら、それは私の将来の姿なのかしら。いつかあの地下室に忍び込んで向こうの世界へ行ってみなくちゃ。いや、ちょっとなんかワクワクするな。やめとけって。どういう年の取り方するか分かったもんじゃないぞ。向こうの人はどんどん向こう行ったら若返っていくんでしょ。あ、違う違う、年は年を食った状態から若返っていくけど、そのスピードが劇的に、それから彼女は速くなるんでしょ。こっち来ると T-I-M-E タイムと書きつけたのだ。あ、そういうこと。あ、そういうことか。あー、言われてみればそうだけど。終わり？うん、2と3は知ってますけど、ボリューム1も終わりっていう意味です。え？終わり？目次。あ、嘘。俺、この下三角あったから、下三角あったから、まだ下にチャプター20ぐらいまであんのかなと思ってたんだけど、これロードだ。一応、あ、間違えた。あ、やべ。ああ、まあまあ、もうセーブしなくていいか。多分これ別に何もないでしょ。終了。はい。まあ、ボリューム2行きましょうか。これでも元々はあれでしょ？ボリューム1、2、3、これバラ売りしてたんでしょ？これ、バリューセットなんだから、これ。プレステ1の。まだ1時間経ってないっすね。あれ？何も反応しなくなっちゃったけど。止まっちゃった？
まあいいや。はい、じゃあボリュームに行きましょう。よっと。一応あの、は、ボリューム2の壁紙も作ったんですけどね。ボリューム2、命がけの旅。行くんだね。向こうの世界に。ゆりちゃん。ああ。びっくりした。もうオープニング、違うのかな。カット連続になっちゃってめんどくせえんだけど、まあ。どうなんだろうね。ああ、オープニングないわ。命がけの旅。バリューセットだとないのかな？そんなに容量食うようにも思えないけどな、これ。また環境設定、設定し直さなきゃいけないんじゃないの、これ。めんどくさいのー。はい。また、最初ちょっとまごまごしないといけないじゃん。まだチャプターで全部内容見えちゃうし。すごいな、これ。教訓あるぞ、これ。字幕あり、日本語、こんなもんか。駅ビルにある大きな本屋の中である。ユリは本の棚を眺めていた。ユリと一郎は同じ通路でばっかり出会ったのだ。ん？誰一郎って。あら久しぶり。いや、昨日は楽しかったね。え、どういうこと？ちょっとの間二人とも当惑していた。何か変だ。太田一郎は中学時代からのユリの友達の一人。ユリは今17歳で高校に通っている。久しぶりって昨日会ったばかりじゃないか。ずいぶん忘れっぽくなったんだな。それとも僕のことが恋しくて一日が長く思えた？冗談やめてよ。下に動くほどありません。この前会ってからもう1年くらい経ってるでしょ。二人は中学時代に仲が良かったので、一郎が冗談を言っているのならそうとわかる。けれども今の彼は明らかに冗談を言っていない。なんだって？だって昨夜。待って、誤解があるみたいだわ。ゆっくり話しましょう。結構でかいイヤリングつけてるな。久しぶりでしょ。いや、こっちです。はい、こんばんは。待っててね、これ買っちゃうから。1200円です。行こう。ユリは本を。なんでこっち見てんの？こっち見んなよ。もう京浜急行みたいな電車だな。相変わらず本が好きだな。まあね。でも幻を見たりしないよ。僕だってそうさ。幻なんかじゃない。うん。あれ本当にお前だったんだ。うん。一郎は自分が会った少女が本当にユリだったと確信している。自分とそっくりの子がいて、しかも一郎と会ったりしている。田中ユリとして髪飾りの色微妙に違う。趣旨に合わせて音か文を英語にしたら、いや物語を見ましょう。もう嫌でしょ。英語を全くわからない人もいるかもしれないし。ユリのボイスとね、字幕が一緒にあるの結構久しぶりなんですよ。ありがとう。もういきなり家に
部屋に入れちゃう。少し苦いかもしれないよ。一郎君縮んだ？嘘。他の子と私の区別もつかないやつには苦い紅茶を飲ませてやる。そう言うなよ。でも本当にお前とそっくりなんだから。初めからユリだとばっかり思い込んでたからさ。でも向こうはなかなか僕のこと思い出さなくて呆れちゃったんだ。思い出せなくて当然でしょ、別の子なんだから。だけどそれにしてはすぐに調子を合わせてくれたぜ。いろいろお話もしたし。昨夜もう一人のユリに会った時、どんな格好？一郎は友達の誕生パーティーに出ていた。ジョジョのジョルノがこんなマークついてた気がするぞ。服のミスターとか。いや帰り道一緒でさ、送るって言ったけど大丈夫だからって断られて、結局僕の家の前で別れたんだ。じゃあその女の子、またあのなんちゃってカウボーイみたいな格好。別れ際に何か言ってたな。思い出せないけど彼女何か言って、それ何のことだって聞いたんだ。そしたら彼女、おまじないみたいなもの、これを言うとまた会えるのよって言ってた。へえ、なかなかロマンチックじゃない。だけどそんなに似てる子なんて、双子の姉でもいたかしら。彼女は冗談のつもりで言ったが、双子の姉妹でもなければどうしてもう一人のユリなどいるのだろう。一郎はレポートを書かなければならないと言って帰ることになった、うん、ユリは玄関まで送りに出た。じゃあな。あ、そうだ。どうしたの？あの子の言った言葉思い出した。彼女をエミットって言ったんだ。でしょうね。意味は知らないけどエミットって言ったんだ。さあどうなる？地下室の扉。何時これ？夜だったけど。ユリは大きな本屋の地下室に戻ってきている。扉は本の山に隠れていた。なかったね、全然隠しきれてなかったあの扉。重い鉄の扉を開くと甘い香りがした。具合悪い時行ったらきつそうだな、その世界。ユリが振り向いて誰もいないことを確認すると、甘ったるい匂いが常にするんでしょう。扉を通り抜けた。そして扉のすぐ内側のむき出しの地面に立った。絶対乗り物酔いできんのは二度目である。再びエミットという言葉を聞いたからにはここへ来ないわけにはいかなかった。しかもエミットという人から色が怖い。ユリそっくりの誰かがやってきているというのだからなおさらである。まずそうなケーキだし。ユリはあの時少年が自分が彼の母親に似ていると言っていたのを思い出した。行っちゃう前に教えて、私誰に似てたの？僕のお母さん。一郎が出会う。これそっくりなの？いや、そっくりなんですよ。少年の母親だったのかもしれない。ユリは少しためらっていたが、地面の土を払おうとしゃがみ込む。以前と同じ木の扉が現れた。前にしたことを思い出しながら、どっから拾ったんだよその石。拾い上げて扉にエミットと書きつけた、これで扉が開くはずだ、ユリは扉の鉄の取っ手をつかむ。息を吸い込み扉を力いっぱい引き上げた。すると突然扉がパッと開き、彼女は尻餅をついた。うん、痛い。この前はあんなに硬くて開かなかったのに。あれ、目の色変わった？ドア開けると文字消えるの、多分。じゃないと一度書き込んじゃったら、もう誰でも入れちゃうんでね。仕組みは分かんないですけど。開いた入り口を覗き込むと鏡がある、うん、そこには自分の顔が映っていた。怖い。しかも色違い。動いた。
だが彼女はしばらくするとそれが鏡でないことに気づいた。これディオがマンホール開けたら城太郎いた時の演出だろ。内側から彼女を見上げていたのである。あまりにも思いがけないことに彼女はどうすればいいかわからなくなった。こんにちは。あなたは。こんにちは。いいところであったわね。これちっちゃいな。え、そんなすぐ入ってった？あの子、遅かったけど。彼女はユリの腕をつかむと深さも知れぬ穴の中へ引き込んだのである。ユリは地面に落ちて気を失った。死んでねえだろうな。服違うのになんで鏡だと思ったんだろう。どうしたんだっけ。私。ユリはすぐに自分そっくりの少女に穴の中へ引き込まれたことを思い出した。頭上は真っ暗で扉は閉まっているようだ。かなり落ちたのだろう。上であの子と会ったんだから。はしごか何かあるはずだわ。うん。でも何も見つからない。ずっと奥の方からうっすらと光が差している。あそこにもう一つの世界があるんだ。ユリは少し迷うが穴から出られないのならじっとしていても仕方ないことに気づく。うん、行ってみよう。ユリは勇気を振り起こしてゆっくりトンネルの中を進んでいった、うん、トンネルは下り坂になっていてだんだん深くなっていくようだ。進むにつれて匂いは強くなった。きちいな。トイレの芳香剤とかじゃない。ダークシードとは関係ありません。はい、じゃあチャプター5。とうとうユリは上から光の差し込んでいる縦穴の底についた。うん。しかし相変わらず上に上がる方法は見つからない。どうすればいいんだろう。うっ！突然地面が上に動き出し彼女を縦穴の上へ押し上げた。まるでエレベーターだ。エレベーターなんじゃないの。向こうの出入り口もこうなってるのかしら。エレベーターアクションの扉みたいなのに見えたけど、正面にドアがある小さな部屋だった。ユリはゆっくりとドアを開く。うん。戻ってきたな。彼女の前には警官のような制服を着た男が二人立っていた。待ってたぞ。え？勝手に向こうの世界と行き来するのは重罪だ。分かっているんだろうな。あの、私。説明しようとすると何かが腕にチクッと刺さるのを感じ、ユリは気を失う。やばいやつだ、それ。グヘヘ展開あるのかも。怖い。再会って言われてもな、おい。どうするよ、これ。誰だ。ああ、気がついた。どこかで聞いたことのある声。誰だろう。目に光が差し込んでくる。え、なんでそんなリカバリーしてんの。ゆりはゆっくり周囲に焦点を合わせた。どこか知らないところに寝かされている。最初の時のじいさん。寝心地はまんざら悪くはない。いや、寝心地はどうでもいいだろう。彼女は目をパチクリさせ
周りを見回した。お母さん、大丈夫？お母さん？私がどうしてこんなおじいさんのお母さんなの？ユリはムッとして文句を言おうとしたが、もう一つの世界では老人から赤ん坊へ向かって年を取っていくことを思い出した。あ、この老人は彼女がこちらの世界へ送り返した少年の若き日の姿に違いない。あなた！僕も母親ということにしてください。そうしないとここから出られない。そこは人を監禁する部屋のようだ。どうすればいいの？僕に任せて、何もわからないという顔をしていてください。連中が来る。ドアが開く。制服を着た二人の男が入ってくる。母親に間違いないのか？はい、確かに私の母親です。お手数をかけまして。そうか、今度だけは見逃してやる。これからは気をつけろ。申し訳ありません。まあ、この年じゃ仕方ないか。若そうな人の方が。ユリはひどく腹が立ったが、なんとかこらえた。自分が別の世界にいることを知っていたからである。それにしても17歳の女の子に老人呼ばわりはあんまりだ。こっちの世界では1日1歳年取るんじゃね。いや違うでしょ、こっちの世界では老人から子供になっていくのが基本なんだから、その速度が加速しちゃうのがこっちの主人公のいる側の世界でしょ。中では変わらないでしょ。青空が広がっている。な、どんな目、どんな目してんだよこいつ。あなたのいる世界なの？そうです、僕はケンと言います。あなたの名はジュリア。ジュリア、あなたのお母さんの名前ね。そうです。さあ、ともかく家へ行きましょう。遅いなあ、読みが。ユリは足早に歩き始めた。いや、そんな急がなくても追いつくよ、この遅さじゃ。もっとゆっくり歩いて。え？これよりも？あなたはお年寄りなんです。いや、でも肉体的には若返ってんだから。元気のない様子でいないと。え？体力的にはどう考えても。あ、そう。どうやればいいのかよくわからないながらも、ユリは弱々しい老婆のように歩こうとしてみた。気がめいるわ。何にっこりしてんの。よく見ると必要ないでしょ。子供たちがノロノロ歩いていて、老人たちは元気に満ちている。変な気分だわ。ねえ、あなたのお母さん、私の世界に。知っています。いや、ひどく無鉄砲になっているんです。私がこの前間違ってあなたの世界へ行ってしまってから、母は向こうへ行ってみたいという思いが募って、この間こっそり行ってしまったんです。知ってるわ。あれかな、戻ってきたらリセットされるのかな、時間の流れの変化は。それが問題です。母は向こうで誰かに会ったんです。一郎か？男性に。そして一目で恋してしまった。母はもう戻らないつもりかもしれません。太田一郎だわ。きっと私の友達なのよ。ミッシングパーツのあれに見えなくもないのが腹立つわ。言い寄ってるかもしれませんね。
冗談じゃないわ、本当に。あ、車でかい、この世界のは。この、車かこれ、なんだこれ。怒っても仕方ありません。それどころじゃない。車が適正なサイズだな。あなたはこの世界では毎日一つずつ年を取るんですよ。じゃあもう早く帰らないと。彼の言葉にユリは足を止め、驚きで動けなくなった。もう帰ろう帰ろう。でもこのこいつがジョンだかなんだかが戻ったら年の感じもリセットされてるから、戻れば多分リセットされると思うんだが。どういう状況これ。とても無理ですよ。なんとかやるわよ。あ、そう、警察の目をかいくぐる。もう待てない。気持ちはわかりますけど。古いビルが夜の闇の中に見える。二人はそばに隠れている。ここだけ世紀末みたいになってる。傷んでおり今にも崩れ落ちそうだ。ちょっと見ただけでは中に人がいるようには見えない。注意すると何人か動いている。ユリを捕まえた警備員が入り口の見張りをしている。あれからもう3日経つ。ユリは毎晩ビルに忍び込もうとやってきていたが、努力は無駄に終わっていた。こちらの世界と私の世界の間には微妙な次元のズレがあるのね。微妙？私にはどうなってるのかよくわからないけど、ともかくここにいると毎日一つずつ年を取ることははっきりしているわ。それからこの3日間ジュリアがユリとして私の世界で暮らしていることも。だからジュリアは3歳若返って、ユリは3歳年食ったわけだ。しかも私がこちらの世界にいればジュリアは以前の件のように若返らずに済むらしいし。え？放っておいたらジュリアは私になり変わってしまうわ。え？なんで？なんでジョン、ちょっと待って。ジュリアが、要は現実世界というか、まあユリのいる世界にいる、いて、ユリがその向こう側の世界にいるっていう状態になると、ジュリアの年齢若返りは阻止される。でもユリちゃんは年を食い続けるの？何その不平等な。両方打ち消されたら納得いくけど、なんで？なんでそんな不公平なの？考えてみてよ、もうちょい。3日前、私17歳だった、今日はもう20歳なのよ。これ以上待ってられない。見つかったら殺されますよ。だからといって、誰だ？声を聞かれましたよ。とっさにユリは猫を捕まえて放り投げた。うん、なんだ猫か。古典的。あ、未来が呼んでいる。遠くで雷が鳴り、やがて雨が降り出した。雨だわ。私行く。はいはい。やめてください。危ないですよ。危ないのかもしれないけど、この世界自体危ねえ。大丈夫。なんとかなるわ。
なんで？心配してくれてありがとう、私の坊や。ユリは微笑んで彼の肩を触った。いや、ジュリアンの猫は雨を避けてビルの中へ駆けていく。今だ。何が今なの？ユリは雨の幕に身を隠すかのように頭を低くして走り出た。普通のランニングスタイルですけど、頭は低くないよ。彼女の未来が呼んでいるのだ。スローモーション演出かなこれ。まあ、でも向こうの、これ見たら向こう側の人はびっくりするだろうね。だってこっちの現実、こっちの世界の、通常世界の見方からすると、夜中雨の中、おばあちゃんが全力疾走で走ってくるんだもんね。怖すぎるよな。まあ見つかってないんだろうけど。お、危険な賭け。ドアにもたれて中を覗き込む。手に銃を持った警備員が2人いた。こっちの方が先輩なんだ。おつま、若い方が年上なんだ。2人とも雨の中から飛び込んできた猫と遊ぶのに夢中だ。うん、助けてくれ。ケンの声だ。あ、ジョンじゃなくてケンか。君警備員はビルから走り出した。ケンが注意を引きつけてくれているのだ。一人は雨の中へ走って行き、もう一人は戸口で様子を見ている。うっそうな、ま、様子の見方すんな。ユリはビルの中に駆け込んだ。鍵閉めたな。あのドアだ。よくわかったな。何の変哲もないドアだけど、さすがに覚えてるか。また脱出、またチャプター名脱出だ。脱出多すぎだろ。ちょ、凝った名前つけたら。ユリはトンネルへのエレベーターのあるドアを開ける。はい。止まれ！撃つぞ！鍵かけてねえんだ。ユリは声を無視して中に入った。エレベーターの降下ボタンを探す。オールだ。どこにボタンがあるの？うん。足音は近づいてくる。彼女は闇雲に壁をさすりまくった。と足元の床が揺れ、遅い、撃たれる。的じゃねえかよこれ。遅い。なんで扉開いたまま動くの？間に合った。扉閉まって動くのが基本でしょ、エレベーターって。遅いさすりまくったって日本語初めて聞いた。台の動きはとても遅い。遅い。リアルに遅い。頭上の警備員が自分に銃の狙いをつけているのに気づいた。いや、危な。欠陥エレベーターだよこれ。次の瞬間。縦穴の中に銃声が。エレベーターって縦穴できちゃダメだから。え、どうなんのこれ。あ、チャプター中にある。え、ストーリーに登場するキャラクターになって会話表現を練習します。あれ、何これ。え、ちょっと待って。え、終わり。いや、あ、終わりか。
あ、終わりか。エクササイズだ、これ。え、というか、ちょっと待って、練習問題とその想像問題なくなっちゃってんじゃん。ボリューム2になって。え、終わり？え、終わり？なんか、学習要素減ってるし。え、終わりみたいですよ。一応セーブする？何をセーブしてるのかもうわからないけど。はい、一応セーブします。はい、じゃあ、違う。いいよ、もうそれ。謎と聞いてこんばんは。謎です。じゃあ、ディスク変えようか。これ、これバッドエンドじゃないですか、これで終わったの。よいしょ。ディスクチェンジなんてものはないから、強引にリセットですけど。まだ1時間半経ってない。そう考えると、あれかもしれません。とても濃ゆい、1時間半弱かもしれないっすよ。もうちょっと間に合わない、背景画像が。せっかく作ったのに、ボリューム3、私にさよならを、です。たんだけど、もうなんかもう2、3秒しか見せれないわ。まあ、でもまあタイトル変えただけだから使い回しですけど、必要なかったわ。はいはい。English Dream。 あ、こう渋沢誰だ。私にさよなら。コマ送りを多用しているのに美意識を感じる。何なんだろう。まあ、また、また調整しないと。もう、はいはい。初期セッティングしますよ。はいはいはい。渋沢公公演のプロデューサー。ああ、そういうことですか。要は監督みたいな。字幕と何かおかしいわ。深夜のダイニングルーム。いや、おかしいね、確かに。田中俊子は手に紅茶のカップを持ち、これちっちゃいな。なんかナレーターの音ちっちゃくなってねえか。何がおかしいのかと聞かれても納得のいく答えは出てこない。さあ出ないだろう。しかし直感で何かがおかしいと感じるのだ。ユリはユリなのだが、どういうわけか以前のユリとは違うような。あ、もう成り変わってんだ。こんな感じがここ数日続いている。ユリに何か説明のできない変化が起こったのだ。これホラーだよな。それはどれを取ってみても大したことではない。例えば以前のユリなら顔を洗った後、タオルを洗面所の脇のタオル掛けに放り投げ、これ最悪だな、こいつ。くしゃくしゃにしたままだった。しかし昨日も今朝もタオルはきちんと吊るしている。あ、逆なの。ユリは歯を磨くとき、いつもコップを自分の左側に置いていた。けれども夕べコップは右側に置かれていた。散らかっていた部屋を思い立って片付けるのはいいとして、その他の細々としたことは納得がいかない。良い子になってますね。ただの癖でしかないものがあんなに急に変わるものかしら。タオルは良かったじゃん。そうは言ってもユリはユリだし、そのことに間違いはないわ。そうよね。多分気にするようなことじゃないんだわ。トシコがもう寝ようと思った時、玄関でドアをノックする音が聞こえた。どなた？
太田一郎です。あらま、一郎くん、久しぶりね。あれ、部屋にあげてなかった？何かご用？ゆりいますか？ええ、もう寝たかしら。起こしてくる？いえ、いいんです。昼間友達に会ったら、ゆりの様子がなんとなく変だって気になったもんですから、それで来てみたんです。ねえ一郎くん、私も気になってたの。なんか展開が、なんとなくゆりいつもと違うのよ。うん、本当ですか？ええ、ちょっとサスペンスっぽい。もちろん大したことじゃないんだけどね。いいぞ。どんな風にですか？話してください。来た。どうしたの、お母さん？ちょっと、ユディじゃない。気づいちゃう？どうしてバレるんだろう。ちょっと気になってきましたよ。ボリューム、最終巻にして。最終巻にしてちょっと展開が気になってきました。あ、ユリ、一郎くんよ。あら、一郎。こないだのパーティー、面白かったわね。ここか。早いというか。そうですか。気づくの。まだ起きていたのか。あなただって起きてるじゃない。ねえ、私の部屋いらっしゃいよ。ストーリーは最初から良かったでしょ。いや、すいません。一郎はユリについて行った。トシコは階段の下から心配そうに彼らを見送る。楽にして。どうしたの、こんな時間に。ユリは一郎を部屋に通し、ベッドに腰を下ろした。うん、ずっと前に貸した本覚えてる？もしすぐ出てくるようなら返してもらおうと思ってさ、急に使うことになったんだ。本？何の本だったかしら。エジプトの歴史の本。喜んで読んでたじゃないか。そうだったわね。でもどこへしまったかしら。探してみないとわからないわ。でもこれから探すって言っても。じゃあいいんだ、他の本で調べるよ。悪いね、こんな時間に。うん、そんなこと構わないのよ。かまかけてるな。じゃあもう帰るよ。またね、おやすみ。ええ、かまかけてますね、これ。またエジプト。いや、別にエジプトが本題じゃないんで。一郎は部屋を出て階段を降りた。ユリはベッドに座ったまま動かない。静香ちゃんみたいな服装してんな。どうだった？あれ、ユリじゃありませんよ。一郎の言葉にトシコは息を呑んだ。できるな。太田一郎くんすごいじゃない。探偵か。残された手紙。ユリとそっくりの子。ユリにそのこと話したことあるんです。あれは冗談でも何でもなかった。パーティーで僕と会った子が今2階にいるんです。ここか。ありがとうございます。一郎とトシコはキッチンで話している。京介版ではありません。二人は2階に聞こえないように注意していた。でもそれじゃユリはどこに行ったの。困ったわ。どうしましょう。主人は出張中だし、あの子がユリのことをどうしたのか、それを確かめないと。そういや出ねえなと思ったら出張中だ。そうですよ。もちろん
ユリのことだから大丈夫だと思うけど。ユリの身にもしものことがあったら、一郎君、一緒に来てくれる？ええ、もちろん。彼らはキッチンを出て2階に上がった。トシコはユリの部屋の前で息を止めた。入るわよ。彼女はパッとドアを開けた。冷たい風が吹いてくる。逃げた。窓が開いてる。いない。出てたんだ。もう見えない。さっき問い詰めてやるんだった。一郎君見て、手紙だわ。一郎さん、英語、ゆりさんのお母さん、英語、いつかは分かってしまうと思っていましたが、いや、まあ英語教育ソフトだけど、その時が早くやってきてしまいました。一郎さんが本を貸したと言った時、私には分かりました。一郎さんは私がゆりさんではないことを知っていると。こっちも頭の回転早いな。本のことを聞くだけなら電話で十分に済むはずですから、もうこの家にいるわけにはいきません。でも私はこの世界から出ていきたくない。いつかまた。手紙は途中で終わっていた。きっと私たちが上がってくるのを聞いて急いで逃げたんだわ。でも2階でしょこれ。まだどこか近くにいる。あとかな。でもユリはどうしちゃったのかしら。あの女が知ってますよきっと。もうあの女呼ばわり。二人は階段を駆け下り、玄関から表に出ると左右に分かれた。それから二人は偽のユリを探し始めた。いやー、ちょっと面白くなってきたよ。なんか、展開。どうなんだろうね。俺も最初正直、そんなひどいよね。俺も最初正直このボリューム1、2ぐらい俺もうこんな感じで、モニター見てたけど、正直言うと。でも大体、何っていう感じで見てたけど、俺今もう割とちょっとさっきのチャプターはもうこれぐらい真剣に見てます。ちょっと続きが楽しみ。いや、別に用意してるわけじゃありません。手元にあったんです。目に光が戻った？わかります？もう俺は別にゴリラではありません。そう。二人がいなくなってから少しして。お母さん。本物のユリが入ってくる。帰ってこれたの？お母さん。でも、歌えてたの？彼女は苦労して靴を脱ぐと、よろよろと居間へ入り、ソファーの上に倒れ込んだ。大丈夫？痛い。彼女は激痛に顔をしかめる。向こうの世界でユリは雨に濡れ、逃げようとするところを撃たれたのだ。容赦ないな、しかし。弾丸は彼女の右腕をかすいや、右腕隠れてるけど。大した怪我ではなかった。あの姿勢だと右腕突きつき痛む。隠れてるけど。こちらの世界へ戻るときに重い扉を押し上げたので、ヘトヘトになってしまったので。撃たれた右腕で。ともかく、やっと家に帰り着いたのだ。ユリは安心と疲れでぐったりして、ほとんど身動きできない。
ミックソフトで歌えないでよ。本当ですよね。あ、対決？でももうね、向こう側のジュリアさんの方もやばいもん。ユリが戻ってきたからどんどん若返っちゃうし。お母さん、どこへ行ったんだろう。夜、かなり遅い時間だ。ほっとしてユリは眠くなってきた。旗門番みたいな、刀みたいな色になってる。することがあるでしょう。まだ。ユリの中のもう一人のユリが彼女を起こしておこうとする。すること、ユリの中のもう一人のユリ。ジュリアもいるのに紛らわしな。もう家に帰ってきたんだもん。もう何もしなくてもいいのよね。目を開けてられないわ。いや、手当てしろよ、せめて。傷の手当てぐらいしない。ぐっすり眠って、明日になったらお母さんに心配かけてごめんねって謝ろう。別に私が悪いわけじゃない。いや、そのスピードにして。そうよ。そのスピードできるじゃん。何もしていない。やれば。彼女は急にもう一人の少女のことを思い出した。ユリは彼女のことをほとんど忘れていた。あの子はどうしてるんだろう。ユリは目を開けた。すると自分そっくりの少女が彼女を見下ろしている。戻ってきたのか。夢だろうか。しばらくユリは判断がつかなかった。気がつくと少女は鋭いナイフを握りしめて襲いかかろうとしている。やめて、やめて、ユリは叫ぶとナイフを避けて転がった。それからユリは飛び起きた、うん、何するのよ。もうバレてんだから消してもしょうがないでしょう。あの、別にユリちゃん布団には布団には入ってませんから掛け布団かけてなかったでしょ。説得お、説得パートだ。ミッシングパーツみたい。クオリティは全然違うけど。選択肢あんのかな。そしたら頑張るよ。どうして帰ってきたの。待って、ジュリアさんでしょ。ユリは向こうの世界で知った名前で彼女を呼んだ。どうしてその名前を。息子と会ったのね。ケンが心配してるわ。戻ってあげて。あなたも母親でしょ。もう遅いわ。そんなことないわ。あの地下道を通って帰ればケンが待ってる。そうでしょ。私はここにいたいのよ。どうして。あなたにとっては逆の世界じゃないの。私は。ジュリアは息を呑んだ。そして引き戸をパッと開けて庭へ駆け出した。ここにいたのか。ユリをどうしたんだ。いや、一郎、私よ、ユリよ。ごまかすな。あら、痛い。怪我してるのか。撃たれたのよ。剥がして。格好も違う。本当にユリか。ぶん殴るわよ、もう一回言ったら。分かった分かった、確かにユリだ、認めるよ。一郎は手を挙げて頭をかばった。いや、届かないから大丈夫。その身長差じゃその身長差じゃ飛び上がりでもしない限り頭には届かないから。ユリとジュリアではどっちが好き。いや別に、あの、何の感情移入するタイミングもないっす、残念ながら。
思い出の行方。何が理由なんだろうね、こっちにいたい理由。え、翌朝になったの？撃たれた？小沢陽子はユリの話を全然信用していないようです。じゃあそうだよ。いつからユリ007になったわけ？それ名前出しちゃう？信じなきゃいいのよ。話せって言うから話してやったのに。だっていくらなんでも陽子が信じられないのも無理ないよね。私だって時々あれが本当に起こったことかどうか疑わしくなるんだから。時々って、あの母親ジュリアが姿を消してからもう10日以上経つ。もう子供になってんじゃん。それきりユリア一郎の前には現れていない。向こうの世界へ帰っていったのだろうか。どう、いや私なんとなくジュリアがまだこの世界にいるような気がする。さ、逃げたけど問題は若返っちゃうでしょ。1日に1年もうこれ以上この話に関わり合いたくはないわ。まあそうだけど、向こうの世界での経験もそれなりに面白かったけど二度と言ってみようと思うし、ここは面白かったけど撃たれたわけだし、君今度こそ撃たれて一巻の終わりってことになるかもしれない。多分でもジュリアさんが向こうに戻っても多分警備の人に撃たれちゃうわ。不法にこう、あ、トンネルが。学校から歩いて帰る途中、二人は向こうの世界へ通じる秘密のトンネルがある本屋のそばを通った。どうしたのユリ？この本屋さん。ユリは本屋のあったところで工事が始まっているのを見て驚いている。ああ、なんだか閉めるって出てたね、この間。知らなかった。注目しとけや。どうするんだろう、ここ。立て直すんじゃないの？すみません。ここ、壊すんですか？ああ、そうだよ。もっと大きなビルにする。結構でかかった。大きなビル。じゃあ、地下も壊すんですか？そうやな。もちろんさ。地下にもいくつか店が入るんだよ。このビルが壊される。当然あの地下道への入り口も埋まっちゃうんだ。いつ壊し始めるんですか？明日からかかるよ。やり出せば早いからね。どうも。明日から。陽子にまたねと言って別れた後、ユリはジュリアのことを考えながら歩いた。もし彼女がまだ向こうの世界に戻ってないとしたら、もうずっと戻ることができなくなってしまうわ。治ったりはしないのかに。もう一本あるんでしょ。私には何もできないけど、彼女はどうするつもりなんだろう。あ、家の近くの公園の前を通り過ぎるとき、道に小石が並んでいるのを見て、ユリは足を止めた。小石は文字の形に並んでいるようだ。エミットと読める。エミット？じゃあ、ケンがどこかにいるんだ。ユリは公園に入っていった。子供たちが遊んでいる。僕、子供たちだったか？奥の人たち。ストリートのなんかその脇にやつらがベンチで日向ぼっこをしている老人が座っていた。お、ケン、大丈夫だった？心配してたのよ。あなたの方こそ怪我をしたようですね。うん、大したことないの。ねえ、
ジュリアは戻った？戻ってないだろう。戻っていません。探しに来たのですが見つからないのです。やっぱりそんなことじゃないかと思ってた。なんで剣は自由に行き来できるんでしょうね。あの地下道に入り口のある建物、明日壊されるのよ。知ってた？知っています。それもありますが、あなたがこっちへ戻ったので母は毎日一つずつ年を取っています。まあ、それ若返ってるってことだね。そうか。え、じゃあもう随分。ユリはその意味を考えゾッとする。どうしてなん、その、ね、寝泊まりというか黒煙。うわぁ、先は短いのです。もう三日もすれば母はこの世から消えてしまうんです。母にとって毎日一つずつ年を取るということは一つずつ若返るということですから、ゼロ歳より若返ると存在自体がなくなってしまうのです。寿命が確定してんの怖えな。なんとかしなきゃ。今夜にはそっちへ戻らなきゃ。どうやって見つければいいと思いますか？何かいい考えでも。私にもわからないけど、でも今夜うちの前で待ってて。ジュリアが現れないか見張っててちょうだい。なあ、もうやめようよ、気持ち悪いからさ。ユリと一郎が恋人同士のように歩いて気持ち悪いって言うなよ失礼な人だな。本気でやってんじゃないわよ。わかんないの？言われた通りにしてりゃいいの。わかったよ。腕を組んで歩いている一郎とユリは仲のいい恋人同士のように見える。そんなにくっつくなよ、もう暑いよ。あ、こんなに寒いのに贅沢言わないの。ラッキーだと思いなさい。どこが、もういいだろう。ダメ。なんでセーラー服みたいなの着てんだどっから手に入れたそのなんか珍しい服。少女。ね、キスしてみようか。え、中あるの？やだ。やだよ、俺。人が親切に言ってやってんのに、それでも男？だって。おい、あの子供。こんな勢いでね、言われる。怖っ。どういう、なんで、下り顔なの？すごい演出だな。振り返ると、小さな女の子が電柱の後ろからこちらを見つめていた。ジュリア！女の子は向きを変え走り出そうとした。自案すぎるわ。多分剣だわあれ。演出が斬新すぎる。涙。ねえ、お子さんが剣なのに母親ジュリアって。こいつ。こいつ悪い人だろ、絶対。黒幕だろ、こいつ。なんだ、なんか、こいつ悪いやつなのか？しかし、正面に剣が現れたのを見て動きを止めた。
よかった。間に合ったよ、お母さん。お母さん？さあ、帰ろう。今ならまだ間に合うよ。小さな女の子は振り向いて一郎を見た。その目には涙が光っていた。一郎、その子をしっかり抱いてあげて。え？言った通りにして。うん、わかった。一郎は女の子に歩み寄り、膝をついて両手で彼女を抱き寄せた。女の子はしっかりと一郎に抱きつくと、その肩に顔をうずめた。中途半端なところで BGM 消えたな。別れ。ありがとう、ユリさん。いいえ、気をつけて。ええ、さようなら。祖父と孫娘のような老人と女の子が夜の暗闇を歩いていく。小さな女の子は最後に振り返ると、一郎とユリに小さくうなずいてみせた。二人は見えなくなった。なんだかこっちを見た目、悲しそうだったね。うん、もう多分これきり会うことないだろうね。うちへ入ろう。うん。あれ、肩のとこが濡れてら。泣いてたんだな、あの子。女の子泣かせて悪いやつだ。あ、タイトル回収だ。私にさよなら。お威楽の恋っていうのやめてあげてください。次の日、うん、学校が終わってからユリとヨウコはあの本屋のあったところを通りかかる。二人はブルドーザーが穴を掘っているのを眺めていた。あの地下道はどうしたんだろう。埋まっちゃったのかな。それとも消えてなくなっちゃったのかしら。昼の明るい日差しの中では、あの瓦礫の中に立ってもう一つの世界への入り口があったことなど、とても信じられない。ケンとジュリアは無事に帰っていったのかな。それはもう確かめることもできない。けれどもユリは嬉しくなった。それはまだ他にももう一つの世界へ通じるトンネルがあって、向こうの人たちが誰にも気づかれずにこちらの世界に来ているところを想像したからだ。ねえユリ、最近私エステに行ったんだ。へえ、どう？少し若返ったと思わない？帰るのもいいけど、ほどほどにしとかないとね。どうして？若くなりすぎて
誰にも分かってもらえないかもしれないよ。もちろん陽子にはそれがただの冗談にしか聞こえなかった。エジプトの秘宝って、いやそこ伏線張らなくていいから、別にいいよ、そのエジプトの話はもう全然関係ないし本編。エンディング。え？何？エンディング？え？はい、ということで、終わりました。で、まあですね、まあこのゲーム、まあ放送紹介文作るためにまあ一応ね、開発とかそれ関係ね、見たんですよね。で、その際、その主題歌が、まあ、音楽が小室哲哉さん担当で、まあ、主題歌歌ってるのが篠原涼子さん、ザ・エンドってね、そうですね。ということで、まあ、多分、オープニングというか、主題歌はカットされるだろうと、まあ、見てました。で、一応その、つべに残すにあたって、ね、まあちょっとあんま、できるだけ中身見ないようにしつつ、エンディングのところだけは一応代打用のものを、ね、曲差し替えで作って、おきました。これに関しては。はい、ちょっと、かなり特殊な措置で。まあ、画質はちょっとひどいものの転用なので、かなりちょっと荒いとは思うんですけど、英語バージョン、いや、いらないでしょう。別に、それはもう各自でやってください。なんでまあ、まあ、一応ね、はい。ちょっと準備しますわ。一応そういうところも含めて準備をします。少々お待ちください。これでいいのかな。いや、歌は歌いませんけど、これで多分、よいしょ、はい。まあ、エンディング映像見れないかもしれないのでね、エンディングぐらいやっぱ映像を残したいなと思って。はい、じゃあ改めてエンディングどうぞ。Mm-hmm.
これは、まあ、アドベンチャーゲームですね。英語勉強もできるという。まあ、日本語モードしかやってないですけど。ハラミショーさんだ。ぽくなかったなぁ。一郎くん。それは優秀な一面見せるわけだ。まあ、ただ、映像録画して、曲の尺が合う曲を、つけただけです。曲はイメージだと思ってください。映像が残んなかった時の措置なんで、違う曲なんで、はい、消さざるを得なかった時のための曲のすげ替えですね。ありがとうございます。久しぶりに懐かしい作品が見れてよかったいやいや、減るとは思わないでしょうね。タスカルサシ現地の大学か。はい、ということでね、一応差し替え用のやつも流したしこれにてエミット予想外だったな。3枠ぐらいかかる、せめてそのね、その
ボリューム 1,2,3 で一枠ずつぐらいかかると思ってたんですけど、ちょっと予想外でしたね。2時間、3本立てで2時間だとは思わなかったです。まさかの、じゃあお便りのコーナー。はい。ちょっと1個見逃したのあったけど、まあちょっと、そっか、しょうがないかな。ミッシングパーツ最終回だったし。名場面なのかな？ボリュームちょっとなかったっすね。ま、あの、いないから屋上に。あの、気持ち悪いモンゴル人の相撲の人。思い出を少し、いや、思い出ないっすよ。いないっすから。間違い探し。あ、間違い探しね。間違いならまあ、しょうがないっすけど。いませんでしたからね。投稿ありがとうございます。いやー、でも、すごい。あなたのラジオ、ジュリアじゃありません。ジュリアじゃありませんので。解像度いい、ねえ、放送画面こんなに綺麗なの？すごいね。あ、まあ、爪の方は結構画質高めにしてるけど、残すようだから。ね、くっきり。セルジも。はい、ということで、ね、まさかの一枠で、クリアって言っていいのかはちょっとわかんないですけど、終わりましたね。いやエミット、謎の言葉。まさかね、タイムの逆向きだとはね、ちょっと俺も実は全然気づいてませんでした。だ、時間の流れが違う、何か別の、時間の流れが逆の不思議な世界ということ。まあ、音声英語にして字幕見ながら日本語と、英語切り替えたりして、英語をね、こう学ぶのがメインの目的なので、まあ、ボリューム的には文章の言い回しも、まあこういう形になるのかなと思いました。はい。ただ、それにしたってボリューム1個で30分ぐらいっていうのはね、エミット以外の英語、いや、音声をね、英語にすれば英語でも楽しめるソフトなので、ただ結構これなかなか探しても見つからないソフトなんでね、パケーですね、これパケットのそうですね、パケーです。公園で元気に飛び回っておじいちゃんの絵だった。当時はわからないです。はい。まあ値段はいいじゃないですか。内容なんだね。やっぱり。ゲームは。いやとりあえず、終わった。またなんか探してこないといけないですね。今日はね、この前枠ちょっと関係ないゲームの話で申し訳ないですけど、ミッシングパーツが完全に終わり、ね、また物語ものだとエミット出しましたけど、まさかこっちもね一気に終わりました。はい。
まあでも面白かったです。なんか面白かったなという記憶が残っていますよ。だからすいません、正直ね、エンディングの途中ね、正直こんな感じになってました私はこんな感じでした、うん、なんだ結局こんな感じかと思っちゃいましたけど、で多分皆さんは多分こんな感じで見てたんじゃないかなと終始放送していながらなんとなく思っていました。多分皆さんこんな感じで見てる方はね、今アクティブの方はね、こんな感じで。で、俺はまあ、こんな感じで、リラックスしてね、楽しめたです。バレてる。本当かよ。非常にのんびりと、プレイできた貴重なゲームですね。はい。喉も酷使しないですし。普通に見てた？めっちゃ目ギラギラさしてたから。マジっすか？普通に見てた。じゃあ多分、こんな感じでモニターの前で見てた方もいるみたいですね。ありがたいですね。正座して見てた？いや、ちょっと崩してもいいっすよ、これぐらい。真面目に見てても。歌えたあたりでは起き上がった。もう寝てたんじゃねえかよ、うん。ありがたいですね。まあ、そういうわけでね。三部作でしたけど、エミット。堪能いたしました。全裸で見てた？暑いですからね。では、終わりましょう。珍しく今日ね、終わりに流してる、フローウィングディスティニー、フルバージョンで、思ったより尺余ったんで、はい。終わりましょう。イメージ図なんでね、はい。ご視聴ありがとうございました。また、新しいの、なんかもう、夜枠、一新する形になりそうですね。はい。そちらの方もできればね、見ていただければ幸いです。ありがとうございました。